いやー、説明形式だよ。さあ、前回、ベルは、決意を固めた。アンジを守る。アンジを守ると、誓うのだ。何をすればいいんだろう。アンジを守るって決意はしたけどさ、じゃあ何をすればいいのだって話だけど。アンジ寝とるな。寝とる間にどうするか。お?カリュウたちは。もう来るんか、攻めてくるんか、もうこの頃には。カリウドが気になるってことは、そこに出てちょっと監視しに行く感じだろうか。もう近くまで来とんかな、この頃には。お、キョロキョロ、キョロキョロ、キョロちゃん。クエクエクエ、チョコボール。クエクエクエ、チョコボール。誰もおらん。まだ来てないかな?それとも家の方まで行く感じか、これ。鉢合わせたらちょっとベル大丈夫なんかな?お?来てないんか?カユータたちは、まだいないみたいだな。とりあえず、隠れ家に戻ろう。よっしゃ、とりあえずは安心。で、海洋途中になんか別の脅威と遭遇するとかそういう話じゃないだろうね。大丈夫だよね。大丈夫だったわ。あ!このタイミングで来るんか。このタイミングで遭遇するときになるんじゃ。アンジェ!そこで何やってるの?そうか、こういうタイミングで出過ごすんじゃ。この地下の方で。アンジェにバレ、地下がバレとる状態で。どうしてここが?あ!ベル!まずい。今アンジェに出られたら一番危険だ。ベル、これ見つけて。どうしてこれが、これアンジェをも、アンジェがこれを持ってるの。こんなものアンジェには必要ないだろ。どういうこと。そう、こういう展開であったんよ。一周目と一緒の展開だ。このまま行ったらベル死ぬぞ、アンジェにやられて。でアンジェもこの後カリウドに捕まって処刑されるよな。外に出られないのよ。外?そう、こういう展開だった。外になんか出る必要ないだろ。まあ、んま一周目と同じ展開になりようけど、いけるんかこれ。こうなるんだよね、こんな場所。どうやって入ったのさ。さあ、どうなる?このまま一周目と同じ展開になるか?もうダメだ。言わなきゃ。アンジェに何もかも打ち明けれるかってところで一周目を打ち明けられんかったけど、ねえアンジェ、吸血鬼伝説って知ってるよね。一周目こんなこと言わんかった。言われる前に加えたと思うんやけどな。え、吸血鬼はこの村に害をなす恐ろしい存在のことさ。去年も現れた。そして吸血鬼は大量殺人を繰り返し、挙句の果てにこの村の一人を、人間を一人、吸血鬼にして去っていった。だから、この村には今も一人だけ吸血鬼が潜んでいるんだ。誰にも内緒で、こっそりと。でもさ。ねえ、そんな秘密の話、僕がどうして知ってるか、わかる?ちょっと遠回しに。あ、私が吸血鬼なんだみたいな感じで差し入れてもらうように頑張って遠回しに話したんじゃ。でもアンジェは気づかないと思うぞ、俺は。あ、気づいたような顔してる。ねえ、アンジェ、僕は知ってるんだよ。君が吸血鬼だって知ってるんだ。僕だけじゃないよ。父さんも、その部下も、みんな知ってる。おお、一周目と違ってカミングアウトできる感じのやな。今日は、君の処刑が実行される日なんだ。だから、僕は、君のことを助けるために、君をここまでかくまったんだ。ああ、アニマル横丁。僕のことが信用できないかもしれないけど、大丈夫。僕は決めたんだ。僕だけは何があっても、絶対にアジの味方でいようって。それが僕の信じるべき道だって。アンジェは
それを聞いてどうする？アンジェアンジェ今のを聞いてたのか、アンジェ血は争えないってことね。あ、アンジェ、怖がらないで。外に出たら、ダメだ。君は、ああ。やっほーい！アンジェ。パンツ、白色だね。あは？あは？アンジェはもう完全に吸血鬼の血を争えない状態だ。わ、ヤンデレじゃん。もうこんなんヤンデレじゃんか。どうしよう、ベルのことやっちまったわ。バッドエンド。I want to be strong。 強くなりたい。これをアンジーに見せるってことだぞ。いいのかそれでって感じではあるよな。そうだ、僕は強くなりたい。ずっとそう思って頑張ってきてじゃないか。それにここまで来て今さら引くわけにはいかないんだ。アンジーを守ることができないなら僕は弱虫だってことになる。弱虫、なんでちょっと弱虫って言葉光る。葛藤だ。でもアンジーを見殺しても、してもいいのかっていう葛藤が生まれてる。いかと血が落ちる。アンジーは吸血鬼。吸血鬼じゃなんかじゃない。僕のことすら殺しそうになった。いつもそうだったわけじゃない。自分の中ですごい葛藤してるやん。だって姿も声も性格もアンジーそのままじゃないか。自分の中ですごい葛藤が生まれてる。明日こ怖くないさ。そうだ、時間がないだ。悩んでる暇なんかないんだ。明日の準備。何かこれどっちなん。準備ってどっちのこといいよ。アンジェを父親を手伝ってアンジェを殺す、アンジェを吸血鬼と思って殺す準備なのか、それともみたいな感じなん。準備、この拳銃か。武器。そうだな。武器の手入れでもしておくか。やる気満々だ。それが吸血鬼を、アンジェという名の吸血鬼を殺すことなのか、父親と戦うためのものなのか。今じゃちょっとベルの心境がわからん状態になってる。そして、試写タイム。弱虫。なんだよ。バカ、弱虫大嫌い。知ってるよそんなこと。だから頑張ってるんじゃないか。新車は引っ込んでろよ。そういうことじゃないわよ。違うのよ、そうじゃないの。あなた何も分かってない。ごめん新車、俺もよく分かってないんだ。の何が君の強虫、何をして強虫。若田今まあ終わりそうな気がする。アンジは、アンジはね、ずっと、バカ。何が違うんだよ。他に一体どうしようって言うんだよ。違うのよって言うてさ、何も、その違う部分を何かって教えてくれないまま、バカっていう、なんかすごいラブコメ展開になってます。ベルとシンシェが付き合うよみな、そういう未来が待ってるようなラブコメになってますが、違います。それはないです。シンシェ。待てよ、まだ話すことが。この重要な、一番重要なことを言わずに去っていくのもラブコメの定番とは言えることではないでしょうか。ラブコメじゃないよ、これはラブコメじゃないよ。なんだよ、言いたいことだけ言って逃げやがって。弱虫だなんて分かってるよ。だから強くなって、 Want to be strong、 大きくなって強くなって。何をしたかったんだっけ。将来を見失ってる。ベルが将来見失ってる。あ、で、この上まで飛ぶのね。ついに、ついに、こっから出られるのね。
あ、俺、アンジェ操作していいんじゃん、俺。あ、久しぶりにアンジェ操作できるんやけど。このアンジェ操作できるちょっと時間をちょっと楽しもうか。わーい、わーい、アンジェだ、アンジェだ、わーい。うったん、うったん、うったん、うったん。とりあえず出ていけってことか。これで初めてちゃんと出ていけるみたいな感じになるんじゃ。さあ、ベルは？あ、まだ、アンジェ操作できるんじゃ。けどさ、これ家の方に向かって行ったらカリウドたちに襲えるんじゃない？これ別ルートとかないの？アンジェはそんなこと気にしないか？やっぱ街の方に戻っていくか？アンジェ、何も知らんもんな。こう帰る途中。来た。来たじゃないわ。あ、止まったみたいな感じで思ったわ。操作できずに止まった。イベント始まるぞと思ったら、鼻につっかえとっただけじゃ。これを抜けた後じゃ、問題は。あれ？ここは？あれ？ループしてるやん。あ、狩人に見つけるかじゃなくて、ループしてるよ。魔術的なこともかかってる。これどういうこと？誰か迷うように魔術かけたんだよ。どうして歩いても歩いても景色が変わらないの？時間が経ったことだけがわかるよ、空の色で。わっ、月の色がもう狼男になりなさいみたいな感じで、吸血鬼として暴れなさいみたいな色になってるやん。なんだ、アンジに月に代わってお仕置きしなさいって言ってるのが。あと何なの今の足音。見つけたぞ、吸血鬼だ。来たー、カリウドに出会ってしまった。お、おじさん、銃はもう揃ってるか。構えろ、合図と同時に撃つんだ。え、どうして私に銃を向けているの？撃つってどうして？なんで？私何もしないわよ。吸血鬼と暴れとうことを自覚できてるんかできないんかよくわからん発言だ。黙れ吸血鬼。クソ、村娘の姿を借りやがって、バカ者のくせに。吸血鬼？おい、ベル。ベル。逃げて、アンジェ。なんで私、こんなことに。吸血鬼ってどういうこと？やっとあの家から出られると思ったらこんな。あ、ベル。父親と戦う道を選ぶんか、これ。強くなりたいって。どきなさい、ベルント。嫌だ。どきなさい。絶対に嫌だ。いいからどけ。さもないとお前だとしても。なら撃てよ。分かってるさ、父さんは昔からそういう人だ。逆らったらどうなるか覚悟ぐらいしてるよ。アンジェ。え、これで分かっただろう。あいつら本気なんだよ。早く逃げろ、出ないと死ぬぞ。アンジェ、ベル戦う道を選んだよな。で、俺がまだアンジェ操作していいんじゃ、まだ。どういうことだ、ベル。これ完全にベル突破されるパターンじゃん。大人何にもかかられたら、そりゃベル子供じゃダメやもん。わ、シンシア。そうか、シンシアが言いたかったもん、あれじゃ。ベル、あなたが死んだらアンジェが傷つくわ。だから、あなた、アンジェと一緒に生きてみたいな感じのことを思っとったのにさ、ベル自分を犠牲にしようとしとうけん、シンシアそこを咎めとんじゃ。そういうことだったか。アンジェ、もうあなたは気づき始めてる。今までの光景が幻想だってことを。シンシア、何を言ってるの？本当はずっと聞こえていたんでしょ？あなたに呼びかけていた、あの声が。どの声だ？ベルの声か。え、この家に戻ってきた。久しぶりにこの景色を見るぞ。なんだこれは。光ってるぞ、カレンダー。お母さん。お母さん。うん、これは見たことあるやつやな。一巻の終わりで終わるやつ。一週間で死んじゃうの？ソロモングラフィティって気の短い人ね。気が短いんじゃなくて寿命が短いんだよ。そうよ、一週間で死んじゃうの。でも、一週間で短いようで意外と長いのよ。
人生とも同じ。いや、逆だと思うわ、俺。長いようで短いっていうのが俺の感想だな、一週間。ふーん。アンジュはどうする？人生が一週間しかなかったら。それ、同じセリフをセミに言えるのか。そんなの絶対嫌だわ。日曜日のおやつの時間が一応しかないじゃない。ベルトだってちょっとしか遊べないし。ああ、まだ子供の頃なんだろうな。そういう発想になるんだろうな。ふふふ、そうね。幻想をぶち壊すためみたいな音になってる。上条友が出てきたみたいな感じになってる。アンジュ、どう？わあ、幻想が崩れ始めてるぜ。とうとうアンジェも自分の幻想が崩れ始めてることに気づいたって感じか。アンジェ、聞いて。カラ。うわぁ。ビターチョコになった。幻想はそのままでビターチョコになったぞ、これ。色合いが。お願い、アンジェ、聞いて。わ、救い。何が救いだって。その重要な部分を教えてくれ、ベル。ベルか知らんけど、ベル、多分ベル。あと喋るたびにちょっと雷落とすのやめろ。アンジェ、本当は分かって。な、おかしなことに。そうか、おかしいとおかしなことって欠けてるのか、ベル。面白いな。面白くないわ。重要なところ教えてくれない、ベルである。アンジェ。アンジ、目を覚まして。ベルの声。え？あ？お。アンジ、どうしたの？その血は？アン。わあ！シンシアがやられた時のやつ。思い出した。思い出した。お母さん、あ、私はアンジがお母さんを殺したっていうことを思い出した。そうだわ、本当は分かってた。私は吸血鬼。シンシアを殺したのも、あの子たちを殺したのも私。思い出してしまったんだ。お父さんとお母さんも。ベル、そう、それを思い出してどうなる、アンジ。ベル、捕まってる。そりゃそうだろう。吸血鬼用の特殊な罠だ。お前がいくら暴れてもほどけないぞ。くそ。えら。いてえな。ちくしょう。どうしていつもこうなんだ。これじゃ何もできないままじゃないか。何か刃物は。そうだ、コナイフを使って縄を切れば。この状態じゃ血が切り、手が血だらけになるかもしれないけど、その程度。もうベル、え、どうした、誰、アンジュじゃなかった。吸血鬼っぽかったけどアンジュじゃなかった。あと久しぶりにこの BGM 聞いたぞ。どうした？え？お前、え、お前出てくるんかい、こっちの方に。おやおや、出会い会社に失礼だ。君の村では俺以外に銃を撃つのかい？俺だと？てかお前、え、物語の語り部だけじゃなかったんか、こっちの世界にも来るんかい、お前。はてんな。知らないとは言わせないぞ。お前は去年村を襲った純血の。な、なんでお前がここに。アンジェは、こいつ純血か。こいつが襲ったんかよ、村や。完全に吸血鬼っぽい感じの暴れそうな感じのキャラではなかったのにな。アンジェ、あの少女のことですか。彼女は素晴らしい逸材だ。ハーフ吸血鬼にも関わらず自我を保っている。途中危ない状況に陥りましたが、君のおかげで何とか持ち直しましたね。お前だけは絶対に許さない。今ここで殺してやる。
普通の銃で受血が殺せるとでも、そんな無意味なことをするよりも君のこれからについてアドバイスをさせていただきたいのですがね。相談役になってるやん、こいつ。ストーリーテラーから相談役に転職してるやん。でもこいつうさんくさいから、いろいろと。どういう意味だよ。さすがの私もいい加減に見ていられなくなってきたものですね。君はいつまで悪ガキを続けるつもりなんです？なんでお前にそんなこと。こんなことを続けても意味なんかないでしょう。君の努力はいつまでたっても報われないし、誰にも認められることもない。アンジェのことは心配いりません。私が同房として引き取りますから、もういい加減に諦めなさい。諦めろって、そんな好きな子を、好きな人を助けることを諦められると思うか。嫌だ。どうして？僕は強いからだ。それにお前なんかの言うことを聞くわけないだろう。今ちょっとやれやれみたいな体勢を取ったらどこ行った？今の一瞬でどこ行った？アンジェを探しに行かなきゃ。アンジェこっちか？逃げていったもんな。お？なんだ？何これ？地獄の底や、地獄釜の底みたいなところに来てしまったけど。なんだ？こいつら。やめろその BGM。楽しい楽しいパーティーのさ。パーティーパーティー、終わりはいつも時間。今日の子を打つぞ、どの子にさ。おいしいおいしい、お菓子に変わるのは。おいしい、ごちそうされるのは。それは強がり、愚かなあなた。シンシア、声最後で最後に声低くなってる。シンシア。わー、出た、ミカルゲシンシア。お前、相変わらずやな。何、部下の妖精6体も操ってきとんや。追ってくる。いやー、逃げる系のゲームになってる。なんか逃げる系のゲームになってる。遅いなって思ってちょっと待ってみたらさ、ちゃんとついてきてるよ。あ、振り切っちゃった。戻る世界に戻ってきちゃった。何事もなく戻る世界に戻ってきちゃったよ。アンジェ、問題はアンジェどこ行った。あ、アンジェ無事だった。もういい加減にしてよ。アンジェ、え、ハッピーエンドじゃない？村人たちに歯向かうのはもうやめなさいって言ってるの。あなた狩人でしょ？なら吸血鬼は殺すべきよ。アンジェ、何言ってるんだよ。そんなの私にとっても迷惑だって言いたいの。自分のために自分、あんた犠牲になることないのよって言いたい？あなたの存在が、私にとってはいい迷惑なのよ。父親にも勝てないくせに、狩人にもなれない、歯向かう角度も足りないあんたが、ついてきたって明日でまたになるのよ。どうして村は吸血鬼を殺そうとしてるのか、ブーンには分かってるはずでしょう。去年と同じになりたいの。私はもう、私はこれ以上誰かをひどい目に遭わせたくないの。これ以上一緒にいるのあんたまでシンシアみたいに。そんなことになるならもういっそ殺してよ。今この場で私を殺してよ。見ないと私、私、アンジェ、うわあ、吸血鬼だよ。アンジェは、
ベルが犠牲になりくれたら自分が犠牲になるって言いようの。え、これアンジェ自分からナイフ刺さりに行ったん？アンジェ、あ、あはあ、さよならベル。さよなら。わ、吸血鬼としてみんなとはぐれて過ごす、一人で過ごすことを選んだアンジェ。いや、あれは、吸血鬼か。信じる道を最後まで。いつの間に僕は自分を信じられなくなっていたんだろう。アンジェ、僕は君を救うためには、これは絶対トゥルーエンドじゃないわ。これはトゥルーエンドじゃないわ。これは絶対トゥルーエンドじゃないわ。ノーマルエンドであってほしいけど、ベルがやられてバッドエンドで、アンジェが犠牲になって、え、ノーマルエンドってもなんか気に食わんわ。どっちもバッドエンドやわ。そう考えたらトゥルーでもノーマルでもこれはどっちでもおかしいわって思うわ。これ誰かが犠牲になって終わるのもん。これアンジェ自分を犠牲にしてしまったもんな、ベルのために。吸血鬼は逃げました。逃したのは僕です。すべて僕の独断でやりました。ヴァンパイアハンターの息子にも関わらず、僕は何も理解できない子供でした。吸血鬼がどんな存在なのかも、その恐ろしさも申し訳ありませんでした。謝ったからどう言って許してもらえると思ってるのか。世の中はそんなに甘くないぞ。はい、許してもらえるとは思っていません。ただ僕の気持ちを伝えたかったんです。おそらく彼女はしばらくこの村には近づかないでしょう。しかし5年後か10年後か、もし次に会われた時は、その時は残しません。必ずこの手で仕留めてみせます。一人前のヴァンパイアハンターとして。お前が失った親友はすぐには戻らないだろう。お前はその覚悟を持ち続け、誰よりも努力することだ。はい、頑張ります。ベル、それでいいんか。吸血鬼になったとはいえ親友やぞ。それでいいんか。もういい、頭を上げろ。ひょっとこさ。大人になったな、ベルント。え、ノーマルじゃないぞこんなん。アンジが犠牲になってるぞ。はい、というわけで、まあ、バッドエンドとトゥルーエンドを今回のパートで2つ 見ていただきましたが、絶対トゥルーエンドがあるっつうか、多分公式サイトでトゥルーエンドの見方出し方載っとったと思うけん、多分見ながらやればいけると思うんですけど、どうですか皆さん。バッドとノーマルじゃちょっと物足りんでしょ。
両方ともアンディとベル両方ともが助かるエンドっていう見てみたいと思いませんか。とりあえずとりあえず今回は最終回ということで一旦完結させていただきます。でこの動画のコメントにトゥルーエンドを見てみたいですっていうコメントがあったらちょっとないくつかあったらちょっと続きやってみたいと思いますけど、すぐにはできんと思う。だって依頼とか一周目と展開でアンジェ編の方でいろいろフラグが立っていかんかったらトゥルーエンド見れんらしい。でちょっと公式サイトを見たことがあるんやけど見れんらしいので、ちょっとそのフラグ回収とかやり込んでうまく編集して 見やすい動画にしたいと思うんで、やるとしたらちょっとすぐには動画次 アップできんと思うけど、まあ見てみたいって人がたくさんおるんだったらトゥルーエンドの方もやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。すぐにはできんと思うけど。というわけでとりあえず幻想乙女のおかしな隠れ家ベルント編終了というわけで、バッドとノーマルエンドは全員が救われるような感じじゃなかったけど、真の主人公はベルなんやなってちょっと思ってきた感じになったな、このノーマルエンドを見た感じじゃ。今度こそアンジュとベルは両方とも救われるエンドを見てみたいなとは思っておりますが、まあそれは動画化するかどうかっていうのは、まあ視聴者さんのコメント次第ということで、とりあえず今回は最終回ということで皆さんここで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。週明け